健太郎くんなんですけど何みたいなこと言われて、うん、いきなり何じゃなくてもし仕事はって言ったらあ、やめるしみたいな、うん、ちょっとなかったんだろう、ちょっとちょっとだもんって大丈夫でしょみたいな、そんなんで なんでそんなかかったのみたいな、その日はなんかもうしょうがないなみたいな、何お前独立するの考えとるんですか、考えとるんじゃない、考えとるのかも決めても決めてますって言うと、なんか今のお前なんか失敗しそうなんだよな、結果になると思います、交互期待だね、じゃあはい、ケンタロウ、降りていいぞ、はい、なんでマスクしようか、マスクか喉に、じゃあ行ってみましょう、皆さん、本日、今ケンタロウ、今日日曜日ですけど集まってます、ビアちゃんも来てます、何 顔なし今日なし顔なしは NG だよ今日お前いや向けてない向けてないなんで今日 NG だよ一緒に行けよいしょお疲れですなんでみんなマスクしよう僕ヘルパスですねあヘルパスヘルペスだろお前ヘルパスってもう子供大丈夫っていいの手とか触ったらマジで今盛り上がってるめちゃくちゃ髪の毛生えとるやん了解ですボーボーさんは何もうやめるって言ってまだ一回回ってないんだろ待ってないですよ、まあ、一言喋ってない、まあ喋ってないマスク取るよ、お前らはい、答えねー俺一回ちょっと痛かった、痛かったちょうど痛かった、痛かったからゴルフやったなんかそうなんはい、うん、電話で喋ったんか電話では喋りましたどうぞ、ゴルフに行ってくださいマスク取るよ、マスクはいまあ、あれですね、まあどこでもうちらっとお前とこいつ喋ったことなんか別にって言ってたのそうっすか何か聞いてんだろそれ独立は聞いてないですねあ聞いてないのあそうなんだ仕事しとるしか聞いてないですあそうなんだはいちらっと言ったような気がするんですけどいや何も聞いてないですうん普通に話せよそこは気持ち悪そうにしてたなんかなんかなんかなまあ、なんで急におらんくなったのかまず、まあ、普通にやめてきゃいいのにえちゃんと最後まで言えよ、別にお前あ、違う違うえちゃんと言えよ、お前、これはいいや、受け取りじゃなくていや、その、なんそんな、何言えよ、お前かと急に連絡取れんくなってうんで、まあ、俺が悪いまあ、まあ悪いですけど結構暇ないかまあやってる方が子供だし起きないのそれが俺は納得できんかったっすけどそんな急にプッチみたいにされてで、平野くんとかには辞めるとか言って、うん、いや、だったら正直いいよって話したりその日にそれはなんでやったんすなんで積み重なってかな何が積み重なったのまあそのまあ段取りしとるわけじゃんしょうん、でその前日の工程、うん、見てその平野くんの時はねうんでそのままなんか予定変わっとらんだろうなみたいな感じで俺は朝普通に、うんいや違う見てとかじゃなくて俺話しとるしハイエースの中でもで俺カンタには電話で喋っとるじゃんカンタと電話しとる時おったしカンタにセイちゃん連れてってって言ったんだよでグエンとワインはドバネって、うん、もうちゃんと言っとるしその辺は俺は運転しとったら聞いてないかもしれないけどいやいやなぜ言っとったやんまあまあまあそれはいいんだけどで気に食わんかったとそれが。あれ朝いじってったっしょ多分京都の時で。手をいじってる。それグループラインでやってくれたならなと思って。どういうことでもそんなこうじゃあそれ嫌よかったんじゃないの。うん。
え、何のために肯定票があるの？みんな朝見とるでしょ。まあ見とったもんね。私その前日あって喋っとんのし、確認してなかったでしょ。悪かったけど、うん、普通にやめてほしかったですね。まあ文句言って俺らの仲なんだし、うん、確かに。まあでも電話かかってきたよね。かけたのか、その次の日にね、うん、それがまだおかしいと思うし、で、またそこでいろいろかって言われたもんね。え？いろいろかって言ってきたよ。かーってないでしょ。自分の態度、自分もその態度だって喧嘩をしちゃって、まあそのそこまでぐらいはもういっかな、正直ね。何を言われた？平野くんに行って、そういう辞めるどうのコントロールやみたいなこと言われたもんで。辞めるどうのコントロールやってことということ、誰が当たるんですか？平野君が。俺はその、どうで辞めるつい違ったのかなって。もう、月曜日ぐらいです。その、土曜日に、現場、平野さんと一緒で。うん。世の中ミスって、でも文句言われて、そう。で、その文句の内容が何人ぐらいだろう。もうちょっとあんま。思うてんやけど、その言葉が腹立ったってこと。来るとは腹立って、もういいよそこまでになったらもうやめたらよみたいな、その内容はちょっとまだ覚えてないとか。あんまり記憶ないです。なんて言ったの？人の話聞いとらんのって言って、そんなの時にまたやばいっしょって話言ったんですよ。僕もマジちょっと朝イラついてたもんね。うん、普段とその会話ってあるんじゃないの？普段と違う感じだった？いや、普段もあるって言ったらあるんですけど、まあ、それは、まあ、仲いいもんですって、まあ、言うんだろうなと、流しとったんですけど。ああ、その言い方がちょっと、まあ、まだちょっと年上だし、もともと先輩だな、その会社では。ああ、だけどそれがもうね、タメ口で、おいみたいな。何だろうみたいな感じなんだ。その日なんか、ちょっと。でも、まあ、なんか仲良かったもんで、その辞めるってことってよっぽどじゃん。そうでもない。もうその軽い気持ちなの、まあ、それ止めるつもりないんだけど、はい、それなんかせっかく動画回してほしい、それ知りたい。どういう、なんかしょっちゅう見てる人だろう。最近でもだろ、最近あんまうまくいってなかったの、ぶっちゃけ。いや、そうでもない、その日、その日だけ、その前日までもちょっと溜まっとったのか、溜まっとった、はい、そう、前日、そう、前日とその日に、そのじゃあ前日は溜まっとった、当日も溜まって爆発した、その前日、前々日は、まあまあまあ、ケトル入ってる、なかった、あ、なかったの。そう、急にバーってなって、もういいや、やめたらやめたら、そう、普通だからね。そういうことか。ということは、その今後ショーンに対してなんかアドバイスとかってあるの？お前こういう言い方俺は知らないけど、アシトハに任せとるやつでちょっと知らんけど、まあ、俺は分からんけど、まあ、年上だね、うん、アドバイス言い方はちょっと言い方がしているよねっていうのなんかさ、別にそうでもないなのか。動画にならない、それが一番面白い。見るとは、はい、お疲れ様だから白熱もしんし、なんか会話もない、ムルムルムルムと二人でも喋らないやつだもんね。まあ、アドバイスは僕が思ったことですよ、うん、言い方をもっとなんか優しくじゃないですけど、うん、なんかガーって言われたらもうこっちの人間だもん、ね、ムカつく時もあるし、うん、うん、その辺にか、そう、お前だけ他の人にもちょっと目に余る時あるなと思うな。ほんま目に余るってことはないっすね。その時たまたまそんなんでやめるかい。はい。そのバーってやってギャーってやめたからでやめたわけよ。
辞めたわけなあ、いろいろ考えとって辞めたわけじゃないんだ。聞いておきたいこととか言っておきたいこととかね。なんか、ほわっと終わるけど、何秒、つまらな、ほんと、うちの人間、俺がほんとつまらんわ。何本もやな、これだけ？まあ、そんだけの中あったもん。名前は納得しない。こいつは独立してるんだろ、聞いたの？独立は聞いてないです。ただ、その、なんかジョージ君から電話かかってきたんで、昨日、うん、でそのジョージ君と公園行くとか言って。うん。あ、ジョージ君とか行ったのか。まあ、一応、あの、一点、あの、見積もり依頼来たので、ね、うん、の、ジョージ君から。だけど、お前、それが勝利断った方がいいんじゃないの？一言を。いや関係ないし、もともと上司と友達だったのかは知らんけど、うん、まあ、それ俺は分からんけど、嬉しいやったのか、まあなんか損するじゃん、勝手にやっとったら、うん、俺はそうやって思っとるの、自分がな、うん、誰か紹介してもらって酒飲んで、あああの人、まあ、ビジネス的に俺は付き合いしたいなと思って、あちょっとあの人誘って飯行っていいですかとか言うんだわ、はい、だからね、嫌がる人もおるけど、嫌がる人もおるし、だけど、まあ、相手が嫌がるかどうかじゃなくて、なんか俺はそれが挨拶と同じかなと思ってるの、はい、でごめんねって、ジョージ君ちょっと声かけていいとか豊かに声かけるのも関係ないっちゃ関係ないじゃん、で別にいいよって言うとダメだっていうことじゃないんだけど、はい、一言言うのは損しようって思うんだよな俺は、はい、豊かにも、あ、なんか平野君から声かけられたらやっていいとか言ってくるやん、普通は多いんじゃないですって、えそれがこういうことやっとるってなんかよそから聞いて変な噂で聞くと、知らない人から聞くと、まあ、嫌じゃん、はい、うん、あ それでね、耳に入ったんだ、 そこで独立するんだって、うん、俺が聞いたんか最初そう言っとるって言ってなかった、ちらっと話したような気がした、いや仕事は仕事って聞いてた、あの電話した時は、あの、9時までかかるって言った時、うん、その時は、あ、仕事しとるんだなと思ったんですけど、うん、独立するっていうのは、そのジョージ君からなんか見積もりのどうやってやったらいいとか聞かれたんだけど、みたいな、あ、一言声かけてみたんだ、ジョージ君、あ、そうそうそう、で、使っていいって言われたんですよ、あ、いいなーって、それが筋じゃん、はい、それで、伝えたいことってか、まあ、伝えたいことがあるのかい、何にもないのかい、まあ、でもやっぱまだ納得できてるってことですね、やっぱ納得でいい、納得っていうかなんかモヤモヤしてるんですよ頭の中で、なんか、うん、なんか本当にそこまでの関係だったのかなと思ってずっと考えてるんですけど、うん、まあそうだな、俺も旗から見てな、俺との健太郎の関係はまあ冷たいけどな、まあそうか、やめるな、頑張れよーで、まあ、終わりって言ったら失礼だけど、前の関係ってちょっと違うんじゃないって俺は思うけどな、なんか、ね、俺はまあこちら言ったけど、損しの方がいいぞって、まあ、YouTube 回されるの嫌だかしら知らんけど、ちゃんと話し合って、まあね、食べの回るのもあるんですよ、ちゃんと話し合った方がいいんちゃうって、それだけ長かったら、お前らな、今はもう長生きしたいって気持ちがね、いや、まあ、こんだけのことしとるもんね。うん、こんなこと一人も謝らなかったんだろう、違うか、こんなこと一人もね、もういいや、ほっとけって言ってお前、そんなお前汚いことしとったらお前すぐだぞ、そいつと仲良くなりたいと思ったらね、まあこいつと付き合いしたいなと思うんだったら、もうちょっと話したらいいんじゃないのか、聞かれない、まあ今日終わったらもう会わんだぞお前、そう1年1回か2回もう会わんだぞ、仕事一緒にしてないとなかなか会わんねや、いいんか、それでに、ね、さっき翔吾の話だったけど、その
通に辞めればよかったなと思って、その後悔はあるっす。あるっすじゃないよ。ごめんねとか、そのすんませんとかなんかないか。ごめんです。ごめんね、リーチャップじゃん、後輩、後輩なんだろ。ああ、ほんと最初はなんで俺こんなんで、俺バレ絶対悪くないと思ってたんですよ。なんかいろんな人に言うと、あんまやばいねやばいねって言うんですけど、まあケンタロウこんなこと。でも、ミッチー君だけは、いやお前が悪いんじゃないのって一発目で言われて。なんで？いや、まあ俺の時と一緒やみたいな。強く言いすぎてそんな考えずに。うん、で、まあ、その、前からの、その、なんて言うんですかね、まあ楽しくなかったんじゃないとかも、うん、急に辞めるってことは、ないよなって。そうっすね。あいつも成長したな。いや、それでなんかちょっともう本当に考えちゃって、うん、あ、でもそうだ、本当にでも言い方は俺も悪かったなと思うんです、うん、いや、なるすいませんでした。お前嬉しそうでしょ、なんか違う。あ、昔だったって言われて。は違う、ないじゃん。まあでも仲良かったから、ああいうそういう、なんて言うんですよ、うん、こいつ、こいつ見ねえいいじゃないか、しゃべった俺には愛なかったしゃべるんだよって、お前ら俺も仕事に対してしか、きつくなるとこは多分あると思うんです。その気持ちは分からんでもないです。ああ、昭和、うん、まあじゃあ男が仲間か。はい、じゃあしゃべるごよ。まあいいんじゃない、 やってみたいな一回やりゃいいけど、俺はもう本当お前もアドバイスだけど、今のお前は無理だと。そんな甘い世界じゃないし、いや、一人だから、もう飯食いんなよ。まだ、もう分からんけど、それで成長していけばいいけど、俺は見とって、もうやりたいなら全然やりゃいいし。ああ、じゃあ、じゃあ、いい？はい。いいか、お互いに。よし、いいですか。はい。はい、いや、視聴者の皆さん、ちょっと三部作がありや最後バチバチに求まってくれると面白くありませんが、全然面白くないでございましたけど、肩透かしみたいなことになりましたけど、以上になります。せーの、よく見てねー。ちょっとおかしいけど。